い、それじゃあ続きで撮っていきましょう。よし、今日で収録終わらせるぞ。まずはやり直しから。とりあえず、この下町室と焼却室の鍵は手に入れたんですが、やり直しどっからだったかな。この動力設備棟は行ったのよ。で、この下町室と焼却室の鍵、これだったのね。まずどっかしらで、錆取り洗剤を手に入れるところから始めていきたいと思います。ねえ、まあ、そこまではね、青に出てこないんでね、やってみましょう。こっちは廃棄物取り室か。この上だったわね。結構消費したな。よいしょ、培養実験室。ちょっと消費したな。こっちらへんだったかな。あ、こっちには敵さん出てこんか。誰かおらなんだか。とりあえずこの辺、薬剤の超過ができる装置のようだ。ハニー、向こうからしっかりしか開けられないようだ。シャガン、さて、いよ、さて次は歯ばかりだ。シャッカーに持ち替えて、こっちの歯ばかりに行きましょう。確かここを調べたら出てくるので、ここを調べるのは最後や。ボー、オッケー。確かここを調べたら出てくるのね、サビ取り洗剤。一発食らっちまった。まあよい、サビ取り洗剤を手に入れたらあとは用なしじゃ。とりあえずサビ取り洗剤を手に入れたらあとは用なしじゃ。そんでこっち側に行きましょう。道が分かんなくなっちゃった。道、まあ、とりあえず飼育小屋を通って待機室じゃの。これね、どうしてもね、ちょっとビビっちゃうのよね。調べ漏れてるところはないな。いいしょ。こっちはどうだったかな。読めない。これ時計の針をどうにかして動かしゃあええんかね。よいしょ。ほんでこっち、顔認証デスマスクを作らなきゃいけないみたいね。そうだった、いたね。ほいほいほいだ。シャガーなら一発だ。
ボウ。うん。よいしょ。下や地質の鍵。あ、届かない。あ、グレネードの弾3つしかないな。毒になっちゃった。よいしょ。よいしょ。ボーニア、オッケー。よいしょ。どっかしらから出てくるんだよな。監禁室の鍵。グレネードランチャー。確かね、出てくるんだよね。よし、ちょうどグレネードの弾使い切ったわね。うーい、ショットシャガン。焼却室にはなんかグレネードランチャー。お、液体燃料。強力な可燃物。それ以外はもうなし。よーし、よし、ほいじゃ監禁室に行きましょう。とりあえずあれに触れ、あの机の上にあるファイルに触れたら進むので、そのファイル以外を調べて、このファイル以外を調べて、このファイル以外を調べてからセーブしに戻りましょう。鍵がかかっている。よいしょ。よし、さ、これでセーブしよう。どうしてもね、効果音でね、ちょっと構えちゃうのよね。よし、ここでセーブよ。よいしょ。よし。よし、これじゃあ行きましょう。やり直すのめんどくさいからな。よし、監禁室ね。監禁室の。逃走ルートを確保しておく。で、こっから青鬼が出てくるので、まずここで2体出てくるのよね。これ2体を、これショットガンで破壊してから、ここから出てくる青鬼を、こうやって、巻く。それでよいかな。ポジションはこの辺で貼っとこう。
アビスウイルスとは再現のない細胞分裂を引き起こし、その結果失われた内臓や四肢すら再生させる働きを持つ新種のウイルスだ。ただし現時点だとアビスウイルスに適性のないものは真っ先に脳細胞を食われて廃人と化してしまう。もう一回読み直します。そうなってしまうと自身の活動に必要である莫大なエネルギーを補おうとして人としての理性や尊厳すら失い、本能のままに捕食行動を起こす生ける屍になってしまうのだ。しかし私は選ばれたのだ。80人に1人、結構高いの、適性のあるものとして神に選ばれたのだ。これは神のご意志だ。神はまだ私に、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと、と言っているのだ。だから私は神のご意志に従った。素晴らしい。投与後わずか2日で癌細胞に侵されていた私の体はアビスウイルスに塗り替えられていった。私の体に入ったアビスウイルスが癌細胞を食らい、手術で切除した臓器すら再生の兆しを見せたのだ。それだけではない。病的だった歯型の色も赤みを取り戻し、ひび割れていた皮膚が張りや潤いを取り戻している。いいな。鏡を見て驚いた。病と老いで病、死人のようだった。君は立つ毛色の顔は明らかに若々しさを取り戻していた。やはり私は神選ばれたのだ。神を感謝します。ここ数日副反応が続いている。どうやら体内のアビスウイルスが想定以上に活発となり、その数も増えているようだ。抗ウイルス剤の量を増やして経過を見ることとする。抑制ができていない。どうやらアビスウイルスの働きは良くも悪くも私の想定をはるかに超えていたようだ。これは神の試練なんだろうか。ならば乗り越えられる。神は乗り越えられる試練しかお与えにならないのだから。体がふわふわしている、地に足がついていない、まるで夢かモニター越しのような現実感のなさだ。熱の影響で意識が薄くなっているのだろう。乗り越えねばならない。本日私の同僚が私をいぶかしんでいた。どうやら私が自身にアビスウイルスを投与したのではないか、そう疑っているようだった。何か手を考えねばならない。これは神のご意志なのだ。邪魔はさせない。選ばれた私を害そうとするとは神のご意志に反する。そんなことは許されない。異教徒は滅せねばならない。はい、ルーズリーフに血がつきました。神に逆らう異教徒に呼び出されたので、私の糧としてやることにした。食らいついたら壊れたスピーカーのようにうるさかったので、首の肉を噛みちぎってやったら静かになった。赤い血がドバドバと出て、ピンク色の肉が食欲をそそった。だから食べた。神のご意志のままに。食べ終わったら警備員に囲まれていた。新たな糧が来たのだ。神を感謝します。美味しくいただきます。体が熱い、痒いけど私は乗り越えます。だって神はこんなに肉美味しい。ま、研究主任の日誌をファイルへ閉じた。神美味しいね。ほんと便利で陳腐な言葉ね。ま、でもまあこいつの脳内を歯の抱く具合はあれ見る羨ましいわねと。何せどんな行い誰が神の意識の一言で己の思考を放棄して全てを神へ責任転嫁できるのだからね。出てくる。お、一発外した。よし、とりあえずなんとかノーダメージでいけたので、あとはそっから出てくる青鬼を巻かなければいかないのよね。これどうしよう。バルブハンドル、さて青鬼を巻くのだ。そっから青鬼が出てくるので、出てこい。よっしゃい、オッケー、作戦通り。ルートはこちら。オッケー。よし、作戦成功。二度も同じ手を食うか。よし。んで、ここでセーブよ。よいしょ。さて、これでバルブハンドルと液体燃料を手に入れましたゆえ、動力炉に行きましょう。そんで、動力設備棟に行くことが
できれば廃棄物処理室と培養実験室に行くことができる。よし。うよよよよよよよ、増えとった。まったくもう変なところで食らっちまったぜ。まったく。お前も死ぬのかい。敵増えすぎだろ、セーブしたからって。こっちにもなんか出てくるかね。うぅーしゃー。もう一体ぐらいいそうだな。ここも増えとるやろうかね。しかしどこだったっけな、動力を。鍵がかかっている。でもあるのはグレネードランチャーか。よし、たどり着いた。バルブハンドルをはめた。あとは燃料やね。燃料あるよ。緊急警報、動力量で異常な状態が確認されました。動力量の温度が急上昇中、至急適切な対処をしてください。これはトラップか、早対処せんと。はぁ、どういうこっちゃ。おい、なんだと。貴様らの相手をしている暇はない。おお、よし、なるほど。すべてのハンドルを回すのか。オッケーオッケー。仕様が分かれば OK だ。オッケー。まあとりあえず時間に割と余裕はあったな。ほんま面倒なことしてくれたな。この彼はきっちり返してる。さてショットガンの弾結構消費したね。棒に変えよう。そしてよいしょ。ハニー、オッケー。まあ、とりあえず電気はつきましたよ。あとは動力炉に古びた鍵はどうのこうの。おんのかい。
なんかある。この映ってるのって。ええ、そうです。手術室でアンデッドに襲われたと見られる保護対象の死亡を確認しました。また、保護対象は手首切られた後です。この傷口から見るに手首についてアンデッドの仕業でなく主人公に、切り取られたもんやと結局つかまんかったけど。あー、はい、了解しました。通信終わります。おっしゃ、撤収や。気を抜くなよ。施設長を殺したのは、制御チップがエラーを起こしたイレギュラーの可能性が高いんやからな。ああ、わかってる。警戒すべきは宝月白夜だけじゃない。はぁ？くそ！これがイレギュラーか？うってきてくすんな。奴はもうダメだ。イレギュラーとは、イレギュラーはこいつだけとは限らないんだ。答え番号も横に出したら、撤退するぞ。あこまで行かなあかんのか。個体番号。なるほどね。予想はしていたけど、おそらく制御チップを埋め込むときに誤作動の保険として自戒装置も組み込んでいたようね。それが小型爆弾の類だったら厄介やったけど。まあ、試しにグレネードランチャーで何度かやってても、その証拠はなかったし。私は相手に人間爆弾の真似事をしていないところからもやっぱりその類じゃないみたいよね。あくまでも基本的にはやけど。さて、それよりもあの死体、なんか有用なもの持ってないかしら。一遍調べてみましょうかね。またなんか増えてるやろうしね。とりあえずセーブしましょう。セーブ、新天地に行く前にセーブしましょう。うん、まあ2万8000円あるか。はあ、10発ぐらい補充しとこう。よいしょ、よいしょ。でここでまずはセーブや。よし。んでとりあえずこの多分廃棄物処理室と培養実験室が行けるようになったと思うので、そっちから行きましょう。まずは培養実験室から。うわ、やっぱり増えてた。やっぱり弓じゃな。ふう。うわ。増えすぎやろ。まったく。こっちからじゃな。おう、これか。なーにかないかしら。得体の知れない生物が培養器の中でうごめいている。アビスダイバーゼロ、チョコレート。うふう。ガラスカッター。業務用の強力なガラスカッター。ほう、うえ、いや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 、セーブしといてよかった。でもここであの青鬼が出てくるってことは、あれキーアイテムだ。
最初からシャッガーにしとこう。それならまずは排気実験室に行こう。こっち行っとこう、まず。あ、普通のやつだった。おう、強化ガラス。あ、なるほど。ガラスカッターか。ここでガラスカッター手に入れて、一回青鬼を巻いてから、ここに行くのね。なるほど。うん。じゃあまず道中の敵さんを全部掃除してから青鬼に挑もう。まあ出てこんからな。まずカロリーフレのチョコ味で、青鬼が出てくるときどのルートで巻くかよ。青鬼はこっから出てきます。ちょっと逃げにくいなこれ。ガシャーンとね出てき、ちょっとこれは狭すぎるんだよな多分この辺から出てくるんだ。んでこうやってトゥ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 、難しいなここ向くの。ガラスカッターを手に入れたら青鬼が出てくる。よいしょ。青鬼が出てくるから、なんとうまいこと青鬼を巻かにゃならんのね。どこでどういうタイミングで出てくるか。こっちから行きゃ逃げやすいな、まだ。あ、失敗した。いや、失敗はしてない。 OK、 いたいたいた。いた、ウィンムウェイ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 。あ、ちょっと、よし、 OK、 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 OK。よよ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 よ。危ない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 。よし、なんかねえかい。お、主観研究員。権限が高い研究員の ID カードだ。ふん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 。よし。ショットガンの弾もあと49発か。まあとりあえずだ。セーブしよう。よいしょ。はい、ということでね、今回ここで終わりましょう。それでは皆さん。
バルリオス。次回で続きます。ご視聴ありがとうございました。また見てね。